今日は中禅寺湖にキャンプで途中昼食です。関越道沼田で降りて国道17号を渋川方向に向かっています。お目当てはもつ煮定食で有名な長井食堂です。時間も11時お昼前のグッドタイミングです。利根川沿いのワインディングロード、気持ちがいい。今日は3人でキャンプのところ、自転車が出まして2人で行こうです。相方のアフリカツインは加速が強い、すぐに離される350です。朝まで雨だったんです。信じられない青空、気分最高です。どうしても離されるな。高速降りて 15km、もうそろそろのはずだけど。ウインカー着きました。到着ですね。すごい車の数。今日は土曜日、ここは日曜日は休みなんだそうです。先に行って席取っておきます。急げ。この行列じゃ無理です。これはもう無理だから、ここに来る途中右側にあったドライブイン利根に行きましょう。お持ち帰りで夜キャンプで食べましょう。3人前、1080円です。夜が楽しみ。